日朝関係が悪化するとこのようなニュースが報道されます。ガネットで話題。内容はこちら。日朝関係が悪化すると報じられるニュースが話題のようです。ではネタウヨさんのツイートより内容を見てみましょう。ネタウヨ、日朝関係が悪化するとこのようなニュースが報道されますね。NHK は一体どこの国のテレビ局なわけ？では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。人生長いこと生きてきたけど、こんな場面に遭遇したことないわ。見たことも聞いたこともない。初めて聞いた。そうですよね。こんな場面、見たことも聞いたこともありませんよ。次はこちら。ゴリ押し報道に効果が出なくなったからバーナム効果にシフトしてきているのかも。もう言ったもん勝ちだな。情報社会、いつもの自演かっこ笑い。日本のメディア姿勢にはうんざりしますよね。次はこちら。小さな子供、力加減がわからないが髪の毛引っ張ってならすごくわかりますが、これはありえないです。得意の捏造ですね。チマチョゴリでも着てるのかな。ほとんど見たことないけど。絶対嘘。捏造だとしか思えませんよ。最後はこちら。とりあえず、見分けがつくのはすごい。本当なら許されないことです。本当なら、ね。一体、どこの国の路線ですか？ファクトを示していただきたい。サンゴ礁への KY を思い出しますね。ニュースイコールプロパガンダ。皆さん見抜いているようですね。結論。日本のメディアはネットから捏造を何度も何度も指摘されても相変わらずのようですね。今回の報道にしても誰がどう考えても信憑性の薄い内容にしか見えません。もしも真実なのだとしたら、ファクトを示した上で報道し直してください。まあそれでも、多くの国民は、メディアの情報を疑ってかかるとは思いますが。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。